顔はかとパン、体はパンパン、持田こじひかりです。はい、ということで今日今夜中なんですけど、明日コンビの撮影が、 YouTube 撮影がございまして、今月はバレンタインデイということバレンタインデイということで、サプライズチョコをプレゼントしようと思います。前回実は小野島さんに料理作ってみたみたいな企画をやったんですよ。でその時は小野島さん、海苔とネギとわさびが好きだっていうから、海苔わさび巻きネギのせいみたいなやつを作りました。そうで、ただ単にね、なんか1個作ってこう、はい、ありがとうございますって渡すのもいいんですけど、ちょっとそれだけだと面白くないよねみたいな感じなので、今回ちょっとね、3種類の中身が全部違うチョコレートを作りたいと思います。サプライズでチョコ作ってきました、プラス何のチョコでしょうみたいなの当ててもらおうと思います。チャキチャキチャキ、ピュ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 、早速作っていきましょう。さあ、ということで早速作っていこうと思うんだが、3パターンね作っていきたいんだけど、まず1つ目がバナナ、バニャーニャー、チョコバナナが美味しいかなと思って、1発目はちゃんと美味しくて甘いやつ、もう持田が食べたいだけなんですけど、チョコバナナを作りたいと思います。すごい熟してるこのバナナ、美味しそう。で2つ目なんだけど、これチャレンジ、そば茶です。なんかこう考えてて、お茶とチョコって合うんじゃないかって、で実際調べたら、なんかそば茶クランチチョコみたいなのが作ってる人いたのよ。健康的で、小野島さんみたいなね、健康志向のタイプの人は絶対そば茶好きだからそば茶ぶち込んで食べた時に当たるかみたいなのをやろうと思います。3つ目がじゃん、カレーです。カレーにさ、隠し味でチョコって入れるじゃないですか。だからこれね、意外と一番うまいんじゃないかとか思ってます。これを小野島さんは当てれるかという感じでやってみます。はい、ってな感じで、まずは今チョコ溶かしていきますか。途中まで食べちゃってつまみ食いしてたんですけど、ガーナね、ガーナを砕いて湯煎で溶かしていきたいと思います。なんかさ、刻んだ方がいいのかなって思ったけど、めんどくさいからさ、いや気持ちはこもってるよ、そんなめんどくさいから嫌だとかじゃないの、深夜のとっても眠たいっていうね、なんかあるから、いや気持ちはこもってるよ、ほんと何回でも言うけど、別に適当じゃない、いつもお世話になってる小野島さんへ愛を込めて持ちだからのバレンタインなので、とにかくいただきます。バキ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 と、手は洗いました久々だわ、こうやってバレンタインのチョコを作るのは。私ね、あんまし作んないんですね、毎回だいたい買ってあげちゃうから、とりあえず溶かせばいいんでしょみたいな感じで、ね、チョコって。でもさ、思ったんだけどさ、バレンタインにチョコあげる、まだ本当にチョコあげるとするじゃない、まあ、市販じゃなくて手作りじゃってなったらさ、あれさ、刻んで溶かして固めるだけじゃんか、やっぱ板チョコのままでいいなって思うよね。いや、そういうことじゃないのかな、そういうことじゃないのか、そのやっぱ気持ちがこもってるかこもってないかみたいな話なのかね、どうなんですかね。今年のバレンタインはみんなもう予定は埋まったのかい。こちらは特にな感じですね予定も普通に仕事して、なんかね、ブラックとミルクがあったんだけど、小野島さんなんかミルクすぎたらあんまりかなと思って、ブラックとミズクブラックとミルク混ぜてみた。いやね、本当に小野島さんには毎年去年も本当にお世話になりましたよ。ネタはね、まずとりあえず全部書いてくださってるし、ね、以上、こんな感じ、まあ、余ったら食べます。もちろんこんな感じで、レンチンしたらさ、やばいかなと思って、もう一度お湯を沸かしましたあ、こんなよくない。だからね、もちろんね、子供の頃にね、一回チョコ作ったことあるんだ。やっぱね、このチョコあげるじゃん、みんなに、ウェイウェイ。だからね、なんとなくの工程は実はわかるの。こんな感じで今浮かばせてます。チョコをとりあえず泳がせましょう。混ぜた方がいいの、これで本当に溶けんのかな、全部合ってんのこれ。うわ、いい匂い。放置したら溶けんのかな、全部。お湯入っちゃ、あっちゃ、あっ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 
今ねこんな感じ溶けてきた。もこいつは一旦放置しよう。まな板作っていきます。まな板ですね。これがまな板です。もちだち。まずバナナ切りましょう。切りましょう。多めに作ろう。もちだが食べたいから。バナナ切り終わりました。めっちゃ溶けた。ちょっと待ってね、後で見せるから。うまそうなんですけど。こんな感じでなんだかんだ言って溶けました。すごくない？はい、こんな感じでバナナはとりあえずまぶして冷やすみたいな。あ、いい感じ。あ、いいいい。このままこのまま。うお、見える？見て、いい感じ。いい感じじゃない？うん。いい感じなんだけど。まあちょっと一旦3つにしとくか。チョコバナナが完成しました。1個目の。そしたら次がそば茶。うん、もちだがチョコまみれながらやってるって思ったら小野島さん嬉しいだろうな。これそば粉、ちょっとそば粉でそば茶。そば茶ってさ、美味しそうだもんね。ね、よくお茶漬けに入ってそう。私ね、これありだと思うんだよね。めっちゃ特に小野島さんがね好きっつと思うな。これいつでも勘が働いてるよ、すごく。で混ぜます。いや、もう見た目クランチチョコだもん、完全に。ちょっと味見してみます。ちょっと入れるか。いや、もうね、後味のあのそば茶がいなくなった。これをきっかけにさ、流行るかもしれない。これそば茶チョコ気づくかな、小野島さん。これでも後味確かにそば茶だわ。若干若干のそばはいる。若干ね。でもまあバナナと同じ感じでちょっと丸く、ちょっと出来上がったらまた後で見せますね、皆様には。型を忘れたから買うの。はい、で2個目のそば茶がこんな感じで出来上がりました。これね、見た目がちょっともうなんかなんかあれだけどいいよね。はい、そしたら最後ね、カレー。カレーをちょっと刻もう。まあ、ちょっとルー刻んでます。すいません、見づらくて。これを溶かしてチョコに入れていきます。今はチョコとカレーをまた温めて溶かしてまーす。でね、必殺技をね、小野島さんの大好きなスパイスを入れようと思うの。はい、これ小野島さんの好きなクミンです。クミンめっちゃ好きっつってたから、クミンもちょっと軽く入れてあげようかなっていう。軽く入れます。あんま入れすぎたら小野島さんが気づいてくれたらいいなって感じです。はい、クミンを、大好きなクミンを入れてあげました。で、また混ぜます。あ、でもね、匂いでわかるかも。これ一種のカレーだもん。もうチョコレートが一周回ってカレーになった瞬間立ち会えた。 OK。 はい、溶けたので、またこれも容器にぶち込んで置いときます。はい、ということで3種類できました。ちょっとごまかすためにミックスビーンズ入れたいと思います。やっぱバレンタインですから、カラフルにしたいねっていうことで。うん、でもなんかさ、他のやつは味わってほしいから、ちょっとでいいか。ちょっと気持ち真ん中に。あ、いや、思い出したけどラッピング忘れたわ。どうだ、ラッピングしないと意味ないのに。まあいっか。ちょっとこれちょうどこのタッパー、小野島さんに借りてたタッパーなんで、お返しするっていう意味も込めてラップをして冷蔵庫で保管して明日渡したいと思います。イエーイ。リアクション楽しみ。
ということで、続きはコンビチャンネルの方での配信となりますので、この私が作ったバナナチョコとそば茶チョコとカレーチョコ、カレークミンチョコをコンビちゃんさんが食べて当てられるのか、どんな反応するのかが気になる方はコンビチャンネルご覧ください。ていということで、ていってダメちょっとダメはい、ということでチャンネル登録高評価皆さんよろしくお願いします。そしてハッピーバレンタイン、皆さんもいっぱいチョコ作ってくださいね。では続きはコンビチャンネル移動です。